さあ1号艇で登場ですが、モーターの手応えから教えてください。あの初日にあの部品交換してから、はい、あのペラ調整ですごくあの回転が合えばすごくいい足してると思います。そういうことはもう自分の中では満足点。そうですね、昨日はちょっとあの全く合ってなかったんですけど、それ以外は大体合ってたと思います。昨日ちょっと一瞬ヒヤッとしましたが、一瞬どころじゃない、一瞬どころじゃないです、はいはい、まあ、でもあのエンジンのおかげで伸び返して、その後はあのすごい展開が良かったんで、はい、本当についてたと思います。ついてたと思います。今日この後の作業としましては、ここもうちょっと欲しいなっていうのはあるんですか？あ、全部欲しいです。全部欲しいです、はい。まあ、そこをしっかりと合わせて優勝戦に臨みたい。そうですね、はい、1号艇で登場です。スタート感いかがでしょう？昨日以外は大体合ってます。もう大体合ってます、はい、きっちりすっきり最後は逃げたいですね。そうですね、あのコンセプト逃げてないんで、はいはい、最後ぐらいのしっかりターンしたいと思います。さあ全国のファンの皆様、そして本庄のファンの皆様に最後もう一言お願いします。はい、優勝だけ目指して頑張ります。お願いします。ありがとうございます。さあ林選手も2号艇で登場でございます。今のお気持ちいかがなんでしょう？あ、よかったです。はい、丸亀の相性もやっぱりいいんですか？あ、そうですね、丸亀は大好きですね。大好きです、はい。さあ手にしたモーターの手応えいかがなんでしょうか？あ、もう前傾から上位級だなとは思ってました。もう自分の中ではもうかなり満足の？まあそうですね、伸びは普通なんですけど、はい、出足に関しては、まあ、上位かなと思ってます、はい。しっかりとここはもう2コースあたりからしっかりスタート決めてと。そうですね、うん、はい。スタート感いかがでしょう？いや、今節は全然いけてないです。全然いけてない？いけてないです。そこを最後はバチッと修正したい？いや、行きたいです。もうトップスタート行きたいですね。トップスタート行きたいです、はい。もう2コースから自分のイメージ、いろいろ展開はあると思いますが、いろんなことを考えながら。そうですね、やっぱり余裕のある位置からレースしたいですね、はい。さあファンの皆様大変集まっております。最後もう一言お願いします。そうですね、一発狙って頑張ります。ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。さあ3号艇で登場です。昨日も見事でした。はい、あの、よかったです。よかったです、はい。モーター的にはどの辺が一番いいなと？モーター的には前傾から悪くなかったんですけど、ちょっと操縦性がうまく合わせきれてなくて、はい、着地につながってなかったんですけど、はい、行き足からそうですね、伸びにかけて割といい方だと思います。ということはどこを上積み、ここをもうちょっとパンチある方向性でいきたいなというのもあるんですか？まあ、今日ちょっとあの冷え込むらしいので、条件に合わせて調整するぐらいですね。3号艇で登場でございますが、まあ、コース的にも3コースあたりは。そうですね、3コース取りたいかなと思ってます。まあスタート感、だからスローダッシュどちらでもどうなんでしょう、感的には。そうですね、タイミング的には今節しっかりいけてると思ってるんで、はい、はい、どちらでもしっかり合わせられると思ってます。さあそれでは最後もう一言ファンの皆様にお願いします。はい、わざわざ丸亀まで駆けつけてくれて、熱い声援をかけてくれるファンの皆様もいますんで、なんとか期待に応えられるようにベスト尽くします。お許しください。手にしたモーターの手応えいかがなんでしょう？しっかりあって中堅ぐらい。中堅ぐらい、はい。ちょっと非力な感じがすぐ出てきますね。やっぱりもうずっと初日から結構コメント的にはモーターはちょっと、そうですね、整備はいろいろしてみたんですけど、はい、あまりガツンと上積みはできてない感じです。さあ4号艇で登場ですが、まあ先ほど3号艇の山田選手はいろいろ考えてるみたいですけども、はい、どうしましょう？もうお任せします。お任せします、はい。お任せしていただいて、山田選手が攻めてくれたら自分が展開もつけるような。そうですね、 ある展開を逃さないようにしっかり自分は集中していきたいと思います、はい。スタート感いかがですか？スタート感はちょっと丸亀久しぶりなので、はっきりとは分かってないんですけど、はい、タイミングはしっかり揃えたいと思います。さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。そうですね、四国地区戦は丸亀の方では優勝してないので、しっかりチャンス捉えたいと思います。応援お願いします。今のお気持ちいかがなんですか？ワクワクしてます。ワクワクしてます。昨日はちょっといいまくり差し入ったかなって自分の中ではね、はい、感触ありました？ありました。ありました、はい。ただやっぱりちょっともうちょっとでっていうところでしたね。ちょっと、はい、ボロ出ましたね。ボロ出ました。そんな中テニスとモーターの手応えいかがなんでしょう？乗り心地、出足中心にいいと思います。この後の作業としまして、ここもうちょっと欲しいなっていうのは？もう微調整で、はい、キープできればいいと思ってます。もうキープしていただいて、5号艇で登場です。コースのイメージいかがですか？もう枠その辺から。あ、枠、はい、5コースから行って展開つけたらいいなと思ってます。スタートは？スタートは割と感通り行けてます。行けてます、はい。もうやっぱりもう丸亀ですから、ここちょっと一発で。そうですね、質のいいスタート行きたいと思います。さあファンの皆様期待されております。最後もう一言お願いします。はい、優勝戦一生懸命頑張るので、
宮島のレディースオールスターまだ投票してない人いたらぜひお願いします。お願いします。さあ6号艇で登場ですけども、天日さんモーターの手応えはまずいかがなんでしょう。正直パーセンテージほどの足がまだ感じれてないというか、出足に関しては感じれてるんですけれども、はい、そこから先が甘いので、まだ余してるかなっていう感じですね。そこをバチッと合わせれればもうちょっとポテンシャル高くいけるかなと、だと思ってます。まあそれコースはもちろん動きたい。あ、そうですね、まあ相手次第なんですけれども、動きたいと思ってます。動きたい、はい、まあ、そこはもういけるとこまで。そうですね、もちろん6コースだと勝ち目薄いんで、はい。さあそんな中ですけども、やっぱり地元ですから、そこどこからでもスタートはもちろん。そうですね、ここ2ヶ月で4回4節走ってますんで、はい、もうどうにかなると思います。どうにかなると思います。さあそれでは最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。魂込めて一生懸命レースします。スタンドから熱いご声援よろしくお願いします。